こんにちは、本日は歯の変色と、歯並びを改善した方についてお話ししていきます。上の前歯ね、6歯をセラミックにしたんですけども、それ以外の部位に関してはもちろんね、何もしなかったそのまんまなんで、ホワイトニングをかなり念入りにされました。で、トータルで1年近くはホワイトニングされてたんですけども、その甲斐あってご自身の、ね、歯が満足いく白さに、綺麗さになって、でもちろんそれと同時にね、並行して狩り場ねの形もかなりこう技工士さんとも話し合って細かいところまで詰めて、納得のいく形を作り上げて、で周囲の歯と、ご自身の狩り場のデザインが満足いく形になってから、それをセラミックに反映させたいので型取りして技工士さんにセラミックを作っていただきました。で、あんまりね、狩り歯の状態で長く生活するのは歯の炎症とかをね、ジャッキさせてしまうんであまり良くないんですけども、ホワイトニングを頑張ってね、した回、あって、ご自身の歯の色が納得のいくレベルまで到達できたんで、結果としてはセラミックの色とご自身の歯、セラミックの色を、あまり暗めにね設定するのってどうしても人って欲が出てこうちょっと嫌なんですよね。だからどうしてもちょっとできることであればご自身の歯よりもちょっと白く明るめに作りたいっていう風にする方が多いわけですけども、この方の場合は、周囲の歯をもう自分のマックスのところまでも持っていけたんで、その歯の色にもジャスト合わせてセラミックを設定しても十分こう綺麗にね、ズレがほとんどない状態で完成しました。